どうでしたか？以前ケーキの切り方で紹介した方法と同じで、要はね、切った断面を合わせて保存すれば乾燥しにくいよねといった保存方法です。今回はラップをきつめに巻いてから冷蔵庫に入れましたよね。で、冷蔵庫に入れてしまうとどうしてもね、硬くなっちゃうんだよね。でも硬くなっちゃうの嫌だなという方は涼しい場所に保存しておいても全然 OK だと思います。ただね、うちはもう暖房かけてしまってるので、ちょっと外に置いとくのがなんか不安というかね、カビが生えたらちょっとね怖いなと思ったので冷蔵庫に入れちゃってます。で、硬くなったらトースターなんかでね温めて食べたりしています。他にもね、冷凍庫で保存したりするのも全然 OK だと思うし、ドイツ人のね友達に聞いて面白いなと思ったのが、なんかベランダで保存する人もねいるらしいです。というのもドイツの気温というのが、まあ、12月上旬のね気温というのが8度ぐらいなんだそうで、まあ、冷蔵庫よりもちょっとあったかい温度で、まあ、腐りもせず、まあ、硬くなりもせず、ちょうどいい塩梅なんだそうです。まあね、お家の環境によって、まあ、涼しいところで保存するのか、まあ、冷蔵庫に入れちゃうのかは、まあ、変えてもねいいと思います。ただこのシュトレン美味しいんですが、カロリーがねどうしても高いので、食べ過ぎには気をつけてくださいね。それでは次回もお楽しみに。